晋三元首相の一周忌となった8日、国、際政治学者の三浦龍麗氏が追悼した。三浦氏はツイッターに、安倍進、参議院総理の突然の死から1年。未だに日本は暗殺事件を正面から総括できていない気がします。重しが取れてしまった日本政治も緊張を欠いたままですと現状を分析した。その上で、もし生きておられたら、今後も長きにわたって様々なご活躍をされただろうにと思わざるを得ません。改めて、命を奪うことの残酷さを思いますと寄せた。